内振駅に列車は到着します。内振駅では下車していませんが、日本海が目と鼻の先であることは分かります。残念ながら駅構内には暴風のためと思われるフェンスが設けられていて、日本海を直接見ることはできません。ですがそのフェンスからもこの駅が日本海の真横であることは明らかです。富山駅で愛の風富山鉄道の鉄印をいただきました。富山には路面電車があります。その路面電車の車両は昔の路面電車と呼ぶべきレトロな車両からトラムと呼ぶべき最新の低床車両までバリエーションが豊かです。富山駅のホームにはイベント列車の富山絵巻が停車していました。列車は福岡駅を出発します。福岡駅は九州の福岡の駅と間違われることが多いそうです。確かに駅名と読み方だけでは九州の福岡県の駅かと勘違いするのかもしれません。IR 石川鉄道の津幡駅で鉄印をいただきました。これは IR 石川鉄道の津幡駅のホームです。このホームは非常に立派な長いホームに見えます。北陸本線時代には長編成の列車が停車していたことでしょう。そのホームに七尾行きの列車が入線します。長いホームと短い車両編成がアンバランスとも言えます。そして七尾駅です。主要な駅だけあって、ホームは立派で長く感じます。昔は長編成の列車が止まっていたことでしょう。ちょうど止まっている列車はホームの中心に2両ですが、階段のそばなのでいい停車位置と言えるかもしれません。七尾駅の一番端のホームには能登鉄道の列車が停車していました。列車は1両だろうと勝手に思っていましたが、実は2両でした。どちらの車両にもバックミラーがありますので、両方の車両がワンマン運転に対応しているものだと思われます。列車は心地よいレールの音を響かせながら、七尾湾を横目に北を目指します。この七尾湾の風景は本当に綺麗だと思いました。天気は曇りだったのですが、内湾の海は穏やかで水面は鏡のようでした。非常に美しかったです。これは能登鹿島の駅だったでしょうか。上りと下りの列車がそれぞれのホームに入って列車交換です。単線では駅で列車交換が必須となります。列車は終点の穴水駅を目指します。穴水駅では能登鉄道の鉄印をいただきました。旧輪島駅は道の駅輪島として整備されていました。そこには輪島駅にあった駅名標のモニュメントがありました。輪島駅のホームを模したレールの車止めの先はシベリアにつながっていることを想像させたのでしょう。続いて千枚田にやってきました。風が強いこともあって日本海の打ち寄せる波も心なしか激しく感じました。無数の小さな棚田で斜面が覆い尽くされています。このあぜには夜の演出のためでしょう。電飾用のライトが設置されています。夜の斜面に棚田が浮かび上がる景色は想像しただけでもさぞ綺麗だろうと思わせてくれます。実際にあぜに降りてみると、このライトを設置するだけでも大変な仕事であろうことは容易に想像がつきます。よくよく考えてみれば、
棚田を飾る電飾の様子をビデオカメラに収めることは難しいことはわかるのですが、この時はモニターも見ても何もわからず、勘だけでカメラを回しました。もちろん綺麗な映像が残ってるわけもありません。やはりここは写真だと思われます。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。